現在ご利用中の機器に初めて録画機器を接続したり、録画機器を追加で設置した時のアンテナ接続を行います。録画機器を追加接続する場合には、新しいアンテナケーブルを必要分ご用意ください。セットトップボックス背面のケーブル出力端子口につながれているアンテナケーブルの接続先をご確認ください。接続先のテレビまたは他の録画機器のアンテナ入力端子口からアンテナケーブルを外します。抜いたアンテナケーブルを追加する録画機器の地上デジタルアンテナ入力端子口に差し込みます。パラボラアンテナをお持ちで、現在の機器の BS110°CS アンテナ入力端子口にアンテナケーブルが接続されていた場合には、同様の手順で追加する録画機器にアンテナケーブルを接続してください。録画機器の地上デジタルアンテナ出力端子口に新しいアンテナケーブルを差し込みます。ケーブルのもう一方をテレビの地上デジタルアンテナ入力端子口に差し込みます。 BS110°CS アンテナ入力のケーブルを新しい録画機器のアンテナ入力端子口へ接続された場合には、同様の手順で録画機器の BS110°CS アンテナ出力端子口とテレビの BS110°CS アンテナ入力端子口も接続してください。以上で追加した録画機器を経由する場合のアンテナ接続は完了です。これまで使用していた録画機器との入れ替えを行う場合は、セットトップボックスのケーブル出力端子口と接続している録画機器の地上デジタルアンテナ入力からケーブルを外します。パラボラアンテナをお持ちで、現在の録画機器の BS110°CS アンテナ入力端子口へ接続されていた場合には、同様の手順でケーブルを外してください。テレビと接続されている地上デジタルアンテナ出力端子口のアンテナケーブルを外します。パラボラアンテナをお持ちで、現在の録画機器の BS110°CS アンテナ出力端子口からテレビに接続されていた場合には、同様の手順でケーブルを外してください。録画機器の交換後、それぞれ抜いたアンテナケーブルの先を新しい録画機器のアンテナ入力端子口、アンテナ出力端子口に差し込みます。新しい録画機器のケーブル接続先がそれぞれの機器のアンテナ入出力の接続と間違いないことを再度ご確認ください。以上で交換した録画機器を経由する場合のアンテナ接続は完了です。